たかづくしが出てきたんだろう。初めて会った時本当にさ、なんかあんまあれと思ったけど、なんか久しぶりに会った人間になってた。ミラーされてる。 なんでパン粉はそういうことしたの。ちょっと電話して、うん、電話でもこれで出れないんじゃない。いや俺携帯1台しかないから、うん、あのこれまだちょっと生きてるよ。いや俺パソコン使えばいけるけど。あ、細川直樹かかってきた。これ、ま、ギリ動いてるよ。動いてる。もしもし。あ、もしもし。パン粉は なんで破壊したの携帯。もしもし。それはやっぱり。まあ、パン粉はなんで破壊したの。こっちあれやん、ミュートにしないと。いや、それはさ、あ、もしもし。もしもし。ほら。やっぱり浮気する原因になるでしょ。いや浮気ってでも渚の話聞いたけど、渚はでも別れたと思ってたらしいよ。いや別れたっていうか向き合ってくれなかったよ、うん、別れてないって言ってるじゃん。でも別れててもおかしくない状態。お前さ、渚のおっぱい触ったことある。いやその話はもういいじゃん。いや触ったん、いやあのな、最初に泊まった時に、うん、うん、渚はお前にが、お前が父を貪ってきたって俺は聞いてる。そうやってその話はもう終わってない。いや終わってない、終わってない。どう、じゃあどうなんだって聞いてんだよ。答えろよはっきり。いや触ってないよ。貪ってない。寝てるところをなんかもぞ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 ミミズのように渚の乳首をむさぼったって俺は聞いてるよ。だからそれもう終わった話。いや終わった話じゃないよ、今話せ。いやだから言ってるじゃん、何もしてないよって。いや触ったろ。いやだから何もしてないよって言ってる。何もしてないよね。じゃあ、渚のおっぱい触ってない。うん。じゃあ、もし触ったらどうする。いや、それ今何の関係がある。いや、関係、今十分関係あるだろうが。どういうこと。渚のおっぱい触ったんか。だから触ってないって言ってるじゃん。じゃあ、ムロヒは。はい。どういうこと。じゃあ、ムロヒもお前と同じようにむさぼってないって言い切れるんだな。どういうこと。なあ、火薬がムロヒのおっぱいをむさぼったってこと。あのパン粉だからパン粉はね、リスナーさん、パン粉はなんでスマホ破壊したってのか今聞いてるのに、なんで俺が渚と俺の話になる。いやじゃあなるよ。うん違うって。他の男とイチャイチャしてるって話が俺はイラついてんだよ。彼氏だったら当たり前だろそんなの。違う違う、だからあのね、渚はあのパン粉と別れたと思ってたんだよ、ユニコーンさんとエッチした時。でパン粉も普通に無視してたんでしょ、渚が家に行ったりしてる。あ、無視してた。はい、それだったら別れてると思われても仕方ないじゃん。でお前は渚のおっぱい触ったん。だから触ってないって言ってるじゃん。何にもしてない。うん、じゃあムロヒは。じゃあムロヒ聞いてこいよ。まずムロヒ、あの俺にかけてくる前にムロヒに聞いてこい。違うねんじゃねえよ。会話して、なんかいっぱい砂ついてるし。うん、会話して、落ち着いて。落ち着いて。あのね、パン粉。はい。浮気したから携帯壊したって言ってるけど、浮気じゃないからね。普通に第三者の俺から見て。浮気じゃない。携帯電話も。うん。ね、壊したのは、まあ、パン粉が悪いよ。うん。それどうするの、弁償してあげるの。携帯？うん。それは、できない。買えないもん。
な、なぎさ、警察行きなよ。いや、なぎは、ちょっと周りの人から見たらもしかしたらすごいひどいことされてるかもしれないけど、なんかここまで渚のこと考えてくれてるパン子さんがちょっとさらに好きになってしまった、うん、じゃあもう渚がじゃあそこまで言うんだったら俺はもう何も言えない、うん、じゃあお前何も言うなよハゲ、うん、ハゲ、うん、ハゲ、電話切るよ。いやハゲ、余計なお世話。じゃあハゲ出ますって言ってください。いやいや、お前も。お前もって。確かに、ちょっとこれティッシュで拭かない、ここ汚い。うん、ティッシュ全然ないし、しかも。逃げたよ。がないし、もうべっちゃ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 。まあど、まあじゃあ、うん、リスナーさん本人に、渚本人に聞いたら渚がもういいって言ってたんで、警察は言うのやめときますね、うん、証拠動画もあるんですけどね。よくもやってくれたね。てか、ジョンさん、うん、どうすんの？誰の、あの会社とか連絡取れなくなっちゃうよ、これ。うん、そうだね。うん、俺それ大丈夫なのかなと思うんだけど。やっといて。やっといてって言っても、うん、大丈夫？あ、なんか動画あるって。え？こんな感じやった？うわ、怖っ！パンコさん、怖っ！ゾンビやんか。この件はいいですか、リスナーさん。え、これさ、殴ってる時ってどんどん画面見えなくなっていくん？申告罪だからどうにもならない。ちょっとこれ足りないんやけど。てめえが。パルパルに一応送っとく。明日。あのね、ガラスがさ。俺ね、パルパルに一つね、まあもうパルパルって普通にリスナーさん、最近ってパルパルの炎上ニュースって閲覧何本あるの？アベレージ。もう5000以上超えてるよね。見えないね、もう。うん、見えないね。うん、で、ユニコーンと連絡取れないわけだ、これで。うん、でもファンコさんとの写真もなくなっちゃったよ。うん。うん、さっきの接吻は良かった？ちょっと画像見せてくださいよ、さっきの接吻の。せっかくの渚のパン子さんの思い出のお写真が全てなくなっちゃった。データ回収どうやってやんの？これいけるかな。いや、私バックアップ何もしてないよ、こっちの携帯っていうか、そもそもやってない。だからそれが、だから常にバックアップしてくださいって言って、うん、各メーカーは言ってるじゃん。うん、言ってる。こういうことになるもん、ね、バックアップしてないから、そう、あなたが悪い、うん、私が悪い。火薬落とされた。なんで火薬落とされた？火薬落ち終わったない。なんで落とされた？火薬落ちた。なんで落ちた、うん、火薬落ちた。え、さっきの？だいたいあのもうフォルムが卑猥だもん。そういうこと。キトみたいじゃん、うん、うんうん、そういうことね、うん、チンコで、チンコ、チンコっていうので。これどうにかならないかな、こっからこうやってなんかデータ、データは無理でしょう、うん、うん、はぁ、あ、動かないです。火薬バンって何もしないのに、うん、ほんと大丈夫？携帯てか、てか今日帰ってよ。はい、うん、で、あと一回さ、うん、買い目と引いてあったでしょ。え、会員かベッド言ってるじゃん、うん、上がってきた時さ、配信外で なんでベッド引いてあるのって。あんたのため一緒でなくって。え、そう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 、あそこで寝てってこと。そうそうそう、もし帰れなかった時困るから、うん、俺そこまで鬼じゃないからさ、じゃあ今日は抱っこ寝もなし。抱っこ寝ない。何にキスしたのに。
キスしてもないよね。ナギのこと好きなのに。ナギね、好き、うん、好きだけど、うん、うん、一回にベッド引いてあったじゃん、うん、俺ちゃんとあのタブケットも置いてあったでしょ、うん、あれ俺あれが小学校の時から使ってるタブケットだから、うん、そうなの、うん、ちょっとこれさ私明日もう au ショップ行くからもう会社休もうかなこんなことされちゃってさ、うん、ね、ね、うん、これはひどいから、うん、うん、まあ、とりあえずあそうアップルストア au で買ったから au ショップ行って、うん、アップルストア行って、あまだあのちょっとあの、うん、あれだわ、あそこやってるわ、冷蔵庫やってるからちょっと買ってきてくれない？いやだよ、そう俺もない飲めばいいや、うん、うん、電源入れれば横に置くだけで転送できるで本当に、うん、結構大事でしょデータって、うん、それぶち壊してやろうと思ったんだよ今日。これこれ結構頑丈なんだね、うん、じゃあ iPhone って。そう iPhone 頑丈、ね、うん、うん、まあとりあえず買えるか今日はもう、うん、怒ってるでしょ、うん、怒るよ、うん、それ俺だったら、俺だったらぶち切れるよ、うん、うんうん、ぶち切れる。そのネタとかこれも可愛い、可愛かったのに、せっかく買ったのにもうつけれないわ。まあ新しいの買おう、うん、でも俺も全部生産したってことは渚のことも諦めるってこと？好きってことだよ変わらず、うん、変わらずじゃなくて、うん、好きになった。なんで好きになる？初めて浮気したから。これで許してたのな、それ、うん、もうそれが好きになった。なんなん今の？なんで撮った？じゃあ俺撮ってないけど。撮っちゃったのためだ。なんで撮っちゃったの？うん、もう本当に、うん、ひどいわ。もうでもナギはね、あのパン子さんのね、そういうとこ面白い。いやもっと怒った方がいいよ。うん、いや、うん、なんかちょっとね、あのこんナギもうこれは本当に自分でもおかしいと思うけど。うん、なんかやっぱりここまでね思ってくれる人ってなかなかいないからね。配信者だねパン子さんは。汚いなここ、うん、配信者だ、配信者の鏡だよ。何を掃除しなくても、うん、ムカつくわほんまに、うん、ひどいよ、指切れちゃう。いったガラス入るやん。うん、明日仕事休めばいいじゃん。もうこんなこともあったし、うん、有給使って、うん、今日はちょっと休ませてくださいって。いや仕事は行くよ、うん、風邪ひいてないし頑張るよ仕事。携帯もボロボロになったし、また仕事頑張らないと買えないから、また来るよ。はい、よいしょ。これなんか袋かなんかない？入れて帰るの。あ、これ。これに入れて帰る。マスクの袋に。これで。ガッチャガチャぐっちゃぐちゃやからね、本当に。うん、ここ入れて帰る。好感度めちゃくちゃ上がったと思うよ。誰の？何の？だってあの上がらないよこの。渚の雑談たぬきとか、うん、8人ぐらいしか見てないんだよ。8人のし、うん、俺が1人だから7人。あ、見てあんた。7人しか見てないんだよ。その1人あなた。うん、でもうなんか、うん、なんかコメントしづらいんだよ。うんうん、7人だからね。7人だからね。うん、俺のとこどうなってんのか、うん、俺自分のとこ見たことないんだよ。パンコさんとこすごいよ俺のとこ70人とか80人とか。もうこっちも裏側割れてるよ。もう裏面割れるって相当やからね、うん、ちょっともうこの、うん、これ配信来たらめっちゃ怒るのかな。
配信今動いてるからさ、うん、怒ってないけど、うん、配信切ったら、うん、怒るの？いやもうなんかもう怒るとかの気力がない、もうびっくりしすぎた。今日はいろんなことがありましたね、うん、まあ、これも宿命ですね、もうここに来てしまったからには。そうだね、なのにね、そうだね、抱っこでもしてくれないしね。え、したいよ、うん、でも俺、うん、今日は確信したよ、うん、帰るん？うん、帰るよ、もう今日だって一緒にも寝てくれないっていう。寝るよ、寝るん決まってるんや。どっちの？さっきと言ってること違う。いや、一緒にお風呂入ろう。お風呂は一緒に入らないよ俺ね、うん、この、うん、配信あんまりしてないよ最近、うん、何？そうね、うん、いあ、電話鳴ってるよ。誰電話鳴るって誰の？うざいな、誰やろう。ほらもううざいな、もうもう電話かけてこないで、あ、切れちゃった。あれ壊れた。もう電話かけてこないで、壊れてるから。電話かけてこないでって、壊れてるから。お兄さんか。お兄ちゃんです。お兄、うん、ケンジ、ケンジ、うん、壊れてんのに、なんで電話かけてくるんだよ。え、何それで。俺とさ、うん、昔会ったことない？どういうこと？お風呂で？お風呂じゃなくて京都で、うん、京都で、うん、子供の頃。子供の頃、うん、子供の頃。俺それにな、この3日間で気づいたんで。お風呂で？お風呂じゃなくて。お風呂でって言ってなかった、なんか。どういうこと？京都で？京都で会ったの、子供の頃に。子供の頃に、うん、うん、で、俺その時、うん、多分、渚に助けられた。え、何？お地蔵さんとか？お地蔵さんじゃなくて。どういうこと？でな、うん、現代に戻って、うん、渚を見つけられなかった。合ってるよ、見つけられなかった。ようやく見つけられた。どういうこと？カッパだったってこと？お前五つ子だろ。五つ子じゃないよ。ケンジ、うん、女だろ。ケンジ女じゃないけど。もうちょっとリスナーさんどうしよう、この人。ケンジも女だし、お前五つ子だろ。え、壊れちゃった。壊れちゃった。目見てこれ。壊れちゃった。大丈夫だよ、怖くないよ。うん、大丈夫だよ。専門施設。やだ、もうパン子さん。じゃあな、はっきり、うん、目がかすむ。目がかすんで、うん、ちょっ、お前これだろ。は？ニノだろ。は？もう最近ちょっとおかしいなとは思ってたけど、うん、もうアニメ好きだね、本当に。エッチなアニメ。ちょっと、なんで上着着るの？帰らなくても、うん、もう明日。今日は帰ってって言ったら、下のとこで寝かされるよ。うん、下のとこで寝かされる。寒いよ、あんなとこ。別はブヨブヨなん。またそういうこと言ってる。ブヨブヨって、うん。ひどいわ。うん。でも今日は帰るわ。よくもやってくれたな、ほんまに。これ片付けといてね。はい、うん、電車がね、調べてきたんだ。ちょっとあれだろ、40何分とかになったから。間に合わへんかった、戻ってくるわ。
そしたらセックスするよ。ガン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 する。うん、ガン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 、こんな状態で、うん、す、うん、めちゃくちゃセックス、うん、めちゃくちゃセックスするの、うん、で電車な、まほろば線な、まほろば線が今22時19分、うんうん、お前ら調べろ、え、何分やったか、40何分だったような気がするけど、今日でもパン子さんちょっとあれやんな、セクシーだね、お顔がファビュラス。俺な、うん、今日アイロンもかけたから。あ、そうなんだから、うん、なんかね、かっこいいんだよ、自分が来るって言うから、うん、アイロンもかけて、ドライもかけて、うん、きれいきれい。でもなんかいろいろやったけど、うん、うまくいかなくて、うん、それでもなんとかなるかなと思って、うん、好きなんだよ、うん、これあのバ、ほんまにあの A 版になるよ、後ろになんかいるし、 A 版しろよ。うん、ガンガン大胆ですかこの子は。どこよこの子、こ、うん、ガンガンやったの、あれは。やらせてよ。やらせ、どういうこと。うん、じゃあもう行くね、電車なくなっちゃうから、うん、じゃあリスナーさんも、私明日 au ショップ行ったり忙しいんで、仕事もあるし、うん、新しい iPhone 買うために働かないといけないんで頑張りますわ。じゃあまた休みの日来るよ、うんうん、これ片付けといてね、はい、うん、じゃあね、ありがとう、うん、ありがとうございました。何よ、もうお尻映さないで。ありがとう、うん、ね、好き。なぜ好き。ああこのご兄弟な、ごお前らな、お前らがな、何言っても、苦しい仲やな、ああ5人の姉妹がどんだけ戦ってきたかって、俺映画まで見たから、辛いから、お疲れ様です。